柏市内の発掘調査で、藤原京時代の貴族のものとみられる邸宅の跡が見つかりました。現場は藤原京右京五条の宮坊にあたり、郷の中心にある藤原郷から西へおよそ2キロ離れた場所です。 7世紀後半、藤原京時代の邸宅の跡とみられる遺構が出土し、中心となる建物など3棟の掘ったて柱建物が南北に配置されているのが見つかりました。敷地の広さは藤原京の1区画の面積にあたるおよそ130メートル四方、当時の単位で1丁あったことがわかり、 調査した県立柏原考古学研究所では、当時の身分で五位にあたる貴族の邸宅であったと見ています。ただ、藤原郷ではこれまで貴族の邸宅跡は京の中心部で発見されていて、それ以外で見つかることは初めてだということです。藤原郷の橋の方で一丁の貴族の宅地が出たということは、まあ今後、 藤原京の宅地整備を考えていく上で重要な成果を得ることができたかというふうに考えますまた同じ発掘現場から今から2500、6 0年前弥生時代前期の看護集落の跡とみられる溝も見つかりました出土した遺物の中には稲刈りなどで使ったとみられる石膨張などもあり 奈良盆地で最古級の観光集落の跡の可能性があると見られています。